アメリカの独立リーグ MVP 輝いてからジャイアンツにやってきた。そうさ、それがウォーカー。年俸3400万、誰も期待なんてしていない。中ホームランを量産し掴み取った外野ポジション。だけど外野の守備下手すぎて、ワンバン送球バカにされて、舐められ走られまくった。亀井コーチとマンツーマンで外野守備の基礎学んだ。スローイングのやり方知ってブルペン投げ込みまくった。ワンバンしていた送球ノーバンで届き始めた。日本で成功してやる、持ち続けたハングリー精神。そして中日戦本塁送球ノーバン送球本塁。